さあ始まりました。こんばんは、お久しぶりです。事故物件ラボ T 松原谷氏です。よろしくお願いします。さあ皆さん見てますか。お久しぶりですね。ご無沙汰です。待ってました。こんばんは。復活嬉しい。こんばんは。来た。ありがとうございます。そう T です。はい、この番組はですね、一応もう一応そう、あれそう、今までね、あの物語チャンネルというところでやってたんですけれども、今回 YouTube になるということで、私の松原谷氏チャンネルからこの事故物件ラボを復活するということになりましてですね、今回リニューアルしまして、事故物件ラボ T、 谷氏チャンネルの T、 谷氏の T でもあり、あの人の T でもありますよ。はい、あの人の、そうですね、時間差があるからちょっとあれですけれどもそうそうです。キムじゃないです、キムの T じゃないです。あ、そうそう、テルの T、 テルの T でもあるということで、事故物件ラボ T としてリニューアルしてお届けしたいと思います。はい、ということでいつものやついきましょうかね。この番組はラボ研究機関となっております。事故物件の世界を出演者の体験談やデータをもとに紹介していくという番組でございます。今回より松原たちの YouTube チャンネルでライブ配信していきますのでね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、番組のチャンネル登録、あとはね、ハッシュタグ事故物件ラボ、ハッシュタグ事故物件ラボで、旧 Twitter X の方でもつぶやいてもらったらね、よろしいかなと思います。さあ、それではね、お久しぶりですよ、本当にね。いつぶりになりますかね。蒲田階段ぶりになりますかね。それでは当ラボで日々研究を続けているあの研究員を改めてご紹介しましょう。大島、明日で10周年テルさんです。大島テルです。はい、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。何年38年ぶりでしたっけ。違いますよ全然1年ぐらいです。1年ぶり。前回いつでした、これやったんは。2人は8月です。8月、2022年の8月。去年の8月、はい、から1年何ヶ月、1、2、3ヶ月。ほんまに大したことないですね。しかも、そうか、谷さんとしょっちゅうご一緒させていただいてますもんね。はい、そうそう、かまたぶりですね。来週も会いますから。え、会いましたっけ。あの、阿佐ヶ谷で。あ、阿佐ヶ谷ロフト A で、ほんまや。はい、そうそう、なんかちょろちょろどっかで会うんですけれどもね。ただあの木村さんとご一緒またできるのがとても嬉しいです。あ、そう、はい、ここ喧嘩したんじゃなかったの。そこ喧嘩じゃない、喧嘩じゃない。何を言って、ここ仲悪いんじゃない。あ、違う、しかもそれは何ですか。あ、そうですよね。これはあの何やどうやらの末っていうね、あのすいませんね、ハリーポッター的な、あの、あ、出てこへんわ。新郷村っていう青森のキリストの墓っていうところで、はい、何やどやらっていうその踊りがあるんですけれども、それ用にあのファンの人が作ってくれた何やどやらの杖ですね。はい、何してたんですか。1年半1年3ヶ月。いや、いつも通り過ごしてました。いや、いろいろありまして、まああの、うん、さっき谷さんおっしゃったように、明日でちょうど谷さんと出会ってから10年なんですけども、明日で私たち10 出会って10年だそうですよ、谷氏とテルは。そう、10年。久しぶりにこれ引っ張り出してきたらきつくなってたのと、あ、そうですか、大きなって、大きなってた、あとメガネがこれかけてたんですけど、はい、まあ、この番組といえばということで、はい、久しぶりにまたつけて見ました。え、じゃあ今かけてない時はコンタクトなんですか。いや、他のメガネを使ってるんですけど、あ、このそれ用のメガネがあると衣装だと思って、はい、衣装用の縁なしのこんなんでした、いつも。え、そうですよ、この番組の時はそうでした。あ、こだわり一応あったんですね。はい。え、この間でいうと、あのフェンシングが水曜日だったのが金曜日に変わりましたね。あ、金曜水フェンから金フェンなんだ金曜フェンシングなんだやん。はい、皆さん水フェンはもう古いですよあとあれです、ね、金フェンで書き込みしてください。今日ちょうど判決があって、ずっと裁判あったのが
勝ちまして、あ、おめでとうございます。いや、まあ全然大したもんじゃないんですけど、はい、あ、大したって言ったら頼んだ弁護士先生に申し訳ないけど、その難しいですね、そういうじゃなくて、いろんな人を聞かなあかんから難しいですね。今私がツイッター、はい、X で唯一フォローしてる田舎のおっちゃんとバトってました。なんで、はい、なんでバトル相手をフォローしてるんですか。毎回バトル相手をフォローしてるんですか。いや、なんか言うかなって思って、こう負けて悔しいみたいな。ああ、それがちゃんとタイムラインに入るようにってことですか、はいはい、それが今年あったっていうことですか。今日です、今日。あ、今日。なので、今日までずっと戦ってた。ちょうどこの休み期間ぐらいかなっていう。戦い終えた感じですか、今日ちょうど。いや、まあでも控訴されたりとか。あ、まあまだあるかもしれないから、はい、じゃあ、まあ一応勝利ということで、まだ日本シリーズとクライマックスシリーズは残ってるかもしれないけどそうですね、っていうような感じですよね。まあでも今回は本当先生にお任せきりなので、はい、私は何も してないんですけど。ああ、じゃあ先生頑張ってくれたね。はい、報告受けてるだけですけど、はい、で明日はフェンシング行く。明日、そうですね、はい、明日金曜日フェンシング。そうなんですよ、はい10周年、谷氏と出会って10周年。あ、だからあれか、事故物件ナイトが。そうなんです、新宿ロフトプラスワンで、はい、初めてテルさんがやった時ですかね、大島ナイト。そうです、ナイト。それがもう10年前ですか。そうなんです。じゃあラムさんとも10年そこで。ラムさんは1回その前にやってるんですか。打ち合わせで東京の方なんで、あ、で、あって、それで下見っていうことで会場に行ったことを覚えてます、はい、その時はですね、はい、スピードワンワンさんのライブイベントで、スピードワンゴさんのイベントでゲストがバイキングの、はいはい、どっちか、小峠さん、じゃ、小峠さんはいらっしゃらなかった気がします。一人だけ呼ばれ、西村さんだけだったような気がするんですけど、っていうイベントを店長に案内されて、こんな会場です、こんな風に毎日いろんなイベントやってますっていう風に案内されて、当時やったらウエストの拓夫さんですかね、そうですね、はい、はい、あ、なるほど、そこでラムさんと会ったね。そうなんです。でイベントの日に僕と柏木さんが、あ、そうか、部長柏木と、はい、あとはあの人たちですね、室外機マニアの方と扇風機マニアの方とですが、それは打ち合わせの時に、あ、そう、東京 で、はい、まあ、でもそこから10年ということで、早いですね、10周年でね。早いですね。早いは恐ろしいな。そうやって人は死んでいくんですね。まあ、そうですけど、逆にこの生まれてきたり、こうデビューしたり、いろんなことを思いましたね。この階段界隈、ものすごくこう歴が浅い人がすごい増えてるじゃないですか。あ、そうか、はい、はいはいはい、確かに変化はありましたね、10年で、はい、いっぱい階段する人増えてきましたし、てるさんも階段界隈に入っちゃったんですか、ね、いや、だって来週阿佐ヶ谷でご一緒するのは階段界隈イベントですから、階段界隈にてるさん、はい、よく階段界隈にお邪魔しますよね、てるさんそうですね、はい、事故物件界隈から階段界隈で行きますけれどもさあ、そんな大島てるさんですけれども、この後もコメントを拾いながらのフリートークが中心となりますのでね、皆さんのコメントをきっかけで話しちゃいけない話もポロッと出てしまうかもしれません。皆さん次第です。いいですか、はいこれこんなんやったっけ向き大事じゃないですかいいですか、あ、そうか、ビャーってならへんな、これあ、へー、懐かしいな、へー階段あったな、ありましたね、へへへ、これやったらへって出るんですよ。ちょっとね、皆さん思い出しつつやってくださいね。そういうことで、じゃあもうこのね YouTube になってからはね1時間しかないので、はい、はい、もうサクサクいきますよ、はい、ということで早いもので2023年もあと2ヶ月でございます。今月のテーマは事故物件アワード2023上半期の事故物件紹介です。上半期ということで、来月もしやるときに下半期やるということで11月ですけれども、今年一発目の事故物件ラボ、まあ、T なのでもう上半期しちゃうということで、6月までの事故物件、はい、そうですね、はい、こちらをてるさんにノミネートしていただきまして、
ちょっと皆さんに紹介していただこうということでございます。はい、今年1年ねどんな事故物件があったんでしょうか。はい、じゃあお願いしていいですか。はい、はい、もう全然適当なんですけど、はい、いや本当、うん、1月から6月に区切って何かあったかなっていろいろ思い返してみたんですけど、はい、いろんなことがこう結構下半期だったりして、はい、でもまあ、リストアップしようと思ったんですけど、1月これこれ2月これこれみたいな。ブラボーは1月ブラボーサッカーのサッカーあれ何かあれあれ去年あ去年じゃないあ去年それででも思ったんですけど、はい、ものすごくインパクトがあったら特に調べ直さなくても覚えてるはずだと思って、はい、今覚えてるのをこそノミネートかなって。なるほど、もう自分の記憶を信じて特に調べもせず適当に覚えてるものを覚えたでどれが3位ってわけでもないんですけど覚えてるものを、はい、まずはこちら一つ目ということでちょっと地図を、はい、大島テルサイトで写したいんですけど東京のこの多摩川の、はい、多摩川神奈川県との境にある、はい、まあもう少しで世田谷なんですけど、はい、あの区23区から外に出た、うん、ここですね。これ写真がありますけど狛江の狛江というところ。狛江の狛江か、はい、ややこしいな。はい、で、まあ、川の近く、川といってもちょろちょろ流れる川ではなくてこんな県の境になるような、うん、都道府県の境になるような、はいはい、太い川、そして写真にあるように、鉄塔送電線、ね、はい、結構こういうの嫌がられるんですよ。で、なんで雷が落ちるから。いや、まあ、別に陰謀論とかとんでも学説言うつもりはないんですけど、まあ、なんとなく高圧電流が電線の下に、うんうん、住みたくないっていう人多いんですよね。まあまあ確かにちょっと怖いですね、うん、で、まあ、あと川沿いはこう昔からカッパが出るからやばい人が住んでるっていうのがよく言われる。まあそもそも住んじゃいけなかったりするんですけど。そうか、川は住んだらダメですよね、はい、っていうのがありまして、まあ、そこで1月もう年明け早々、まあ、ルフィの殺人事件があったと。 あれ1月か。で、私はワンピース知らないんで、はい、ルフィも知らないんですけど、はい、まあ、ワンピースといえばあの服しか知らないんで、女性が着る服ね、はい、ワンピースね、貞子が着てくださいあっちしか知らないんで、はい、はい、ピンとこないんですけど、というか今回の事件のせいでルフィのあの人だってなっちゃいましたけど、ああもうその漫画のワンピースのルフィを知らないから、はい、はいはいはい。で、まあ、現場に行きましたけど、お宅はこんなにですね、もう土手のすぐ、すごい家やな、はい、まあ、こういう、まあ、水辺は私は好きなんですけど、はい、まあ、氾濫したり、うん、危ないで役所にこう堤防作れとかクレーム行ったりとか、まあ、すごいな、もう土手にあるん。そうなんですよ。で、次の写真を、こちらなんですよ、うん、まあ、散々報道されましたけれども、はいはい、なぜか高級会社がずらっとあって、もうそのフェンスからしてお金持ち感が漂ってる、うん、何の仕事してる人なんだろうっていうようなところ、はいはい、まあ、こいつは金持ってるっていう情報が流れて、うん、ターゲットにされてしまったっていう。ほう、おばあさんが、90歳のおばあさんが殺されてしまったんですけど、はい、どれも90歳のおばあさんが乗るような車じゃないんですよね。で、次の写真をお願いしたいんですけど、うん、まあ、こういうふうに建設車両とかが周りに止まってたりしてですね、うん、あんまり周りは家一軒しかないですか。いや、ちょっと離れるとあるんですけど、うん、まあ、裏にも他のお宅映ってますけど、はい、なんかこうどう思いますか、 なんかあんまり洗練されてない高級住宅街のようには見えない感じが、うん、まあちょっといい場所的にね、はい、うん、というような、どういう意味があるんだろう。
ここに家を建てる。はい、とまあ車出し入れするには便利かなと思いますけど、うん、っていうところで、まあ最近もいろいろと裁判が進展しているようですけども、はいはい、まあ完全にはまだ解決してないと、全貌が明らかになってない状況ですね。うん、あ、もう明らかになってないのか。はい、まあ、はい、逮捕までに時間もかかりましたし、うん、まあ、現在進行中というところですね。これがやっぱり1月初っ端からインパクトがありましたね。うん、また快晴の時に行きましたね。なるべく晴れてる日の日中に行くようにしてます。そこは心霊系 YouTuber とは正反対、真逆で。いや別に心霊系 YouTuber も夜行った方が怖いんですけど、夜は行かないと。いや、その快晴を狙ってるんですか。あ、それはそうですね、なるべく。それは何か理由があるんですか。いや、写真が綺麗に撮れる。あ、綺麗な写真を撮りたい、はい、願望もあるという、はい、そうか。それやったらしゃあないんですけど。はい、というのが、まあ3位かなと。あ、これ3位、はい、今年の上半期3位。はい、はい、ちょっと今1個前の写真をもう一度、一瞬しか写ってないんで、はい、もうこれ川がもう右の方に写ってるんですよ。あんまり色が、え、これ川、道路みたいになってるところは広場、駐車場かなんかなんですけど、そのさらに、あ、その向こうに写ってるやつね。はい、この辺に映ってるやつ、はい、なんか、はい、そうなんです。これは川、はいはい、ということで、まあ、これは、まあ、逆にもうあったなって感じですけど、はあ、1月はこれで日本中というか東京中騒いでましたね。そうか。コメントにも、あ、チャットにもありましたけど、うん、料亭が多かった場所からは離れてます。確かに川沿いにそういう、こう産業地、まあ、3つの業種っていうのがあったりするんですけど、そっちはもっと双子玉川とかの、あとその反対側の双子新地、まあ、新地って名が付くのは大体そうですけど、はい、そっち側からはちょっと遠いですね、うん、まあ、遠いというか自転車ならすぐですけど、うん、という感じで3位、はい、第3位は、はい、まあ、何の根拠もないんですけど3位とりあえず、まあまあ、はい、独断と偏見というかね、はい、で手の記憶の中にある、はい、まあ、1月ですしね、まあ、その1月でいきなり1位だとその後がだれちゃうんで、まあ、まずは1月に、いやいや別にその1月にこの事件があった時は時系列でやらなくてもいいですよ。上半期の中の、いや、やっぱりこう賞レースとかでも一番手をどう採点するかって、結構困ると思うんですけども、賞レースなんやこれ、自己物件、はい、自己物件の賞レノミネートしてる、そうか、出場者なんですね。一番ってトップバッター結構どうしようって、ここであんまりこう満点とか出しちゃうと、あ、審査員的に困っちゃうんで自分でノミネートして自分で審査員する大会やから、もう まず大変やな、3位、はい、はい、あ、原田龍一さん見てくれてる、あ、お久しぶりです。原田さんがなんで原田さんね、このチャンネルのチャットにはよく出てくるんですよ。あ、そうなんですか。なぜか。あ、原田さん、ちょっとまた、自己物件ラボ出てください、原田さん。ぜひ。ご無沙汰してる。ゴールデンタイムですよ、原田さん。なんでこれ見てるんですか、原田さん。ありがとうございます。3位に出ましたんで、原田さん。びっくりした。びっくりしましたね。びっくりしましたね。はい。さあ、じゃあ。本物ですか？これ本物なんですか。一回ご本人に、はい、疑っちゃったんです。いや、そりゃそうですよ。何だか何してる時かな、なんか就活読本を読破するみたいな長時間配信で、はい、原田龍一さん登場して、はい、本物ですかってなってじゃあ以前お会いした時どんないつだったかって答えていただけますかって言ってちゃんと答えてあ、失礼しました、原田龍一さん本物でした。いや、すごいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大島さん、ご苦労様です。大島さんっていうのがいいですね。ありがとうございます。いや、もう本当刑事ドラマ的な事件ですから、ここは。ああ、はい、事件がね、はいはいはい。第3位。はい。はい、で、続いて第2位なんですが。はい。出ますでしょうかね。あ、画像で。
なん どれが第2位でしたっけ。いや知らんよそれ、あなたの頭の中にしかないんだから。あの木村さんに送って、あ送ってんの、あのいやそれはそれは知らんよ。どっちが、どっちがは、でも送ってきたの、はい、実際さっきのが第2位だと。あ、じゃあ、どうか、じゃあ、第3位は、はい、お願いします。なんで第2位を3位にしたのに、時系列。ああ、これ、はい、はい。これはですね、これは、なんかそう。これは何でしょうか、ね、配信直前の谷さんの口からちょうど出ましたけど、あの、ソープランドなんですよ。なんでソープランドの話したんだっけ。さっき、さっき、ソープさんがその話をしたソープランドの話だけど、ちょっとここで言うことでもないけど、野球の流れでね、野球の話の流れでその話になったってことね。はい。で、まあ、昔で言う吉原で、はい、今、まあ、いろいろ事情があって、大島テルサイト、うん、アップルの、地図を使わせてもらったんですけど、はい、最初は Google で、うん、値上げされて Yahoo に移行して、そうか、Yahoo になって、でちょっと使いづらくて Apple なんですけど、 Apple はちょっとですね、頭があまり良くないというか、Apple が悪いわけじゃなくて、 Apple のアップが地図がで頭が良くないです。あの住所をこのアップル作った人は頭いいんですけどね、左下の欄に、いやそれはもちろんですけど左下の欄に吉原とか入れてもはんはん出てこない、出てこないんですよ。 Google マップなら出てくるんですけど、でどうしてかっていうと、確かに、うん、あの東京の台東区に吉原っていう住所はないんですよ。例えばバス停とか交番とか学校、まあ学校あるかな、あのいろんなところにはあるんです。公園とか神社ですね、学校はないですかな、さすがに、あの、うんうん、まあ町ごとロンダリングしたような名前を変えたような感じがしますね。これは後からつけた名前が、はい、あただですね、あのこういう場合ちょっと複雑なのが、逆に、うん、大昔、つまり江戸時代より前の誰も人が住んでなかった時代のそこら辺全体の地名をつけることも多いんですよ、その先祖返りというか。ですから、あの自由が丘みたいにまるっきり作るんじゃなくて、はいはいはい、江戸時代以前の名前に戻すみたいなやり方も結構あって、ここで言うと先祖っていう、まあ、あの足を洗う方の先祖もありますけど、ここは先の束っていう方の、しかも4丁目なんです。あの1丁目とか2丁目は別で、この四角いちょっとあの、七型ですね、北が上だと、うん、京都とか札幌みたいな碁盤の目を少しこう斜めにしたような、うん、あの四角、この4丁目が昔でいう吉原に相当するんですけども、はい、はっきり言ってここが一番の東京で風俗街なのに、うん、例えば地方から来られる方とかってなんとなく歌舞伎町がそうだっていうふうに思っちゃうと聞いたんですけども、まあまあなんとね、まあ、風俗が集まるキャバクラ、ホストいっぱい集まってるね。ここはあんまりそういうキャバクラとかホストとかラブホテルっていう街じゃなくて、ないですね、しかも駅からも遠くて観光客もいないようなとこで、うん、はい、で実は私が知らないだけかもしれないんですけど、うん、あの事件が少なくて、ある意味治安が維持されているように思います。まあ本当に闇に葬られてるのかもしれないんですけど、うん、でも例えば火事とかがあったら、うん、あるいは殺人事件があったらさすがに漏れてくると思うんですけど、それがあんまり耳にしないと、はい、なんか1個あったけどな。いやそうなんです、1個ありまして、それがちょうど私が大島テレサイトを立ち上げる直前に、はい、あ、そんな前あったんです、1回殺人事件が、はいはい、それはですね、別のお店の店員の男が、はい、そのお店の女性を、まあ、巻き添えにして死ぬつもりだったような、うん、まあ、なんで巻き添えにするのか、十何年前ってことですか。20年ぐらい前ですね。でそれ以来だなと思ったら、なんと同じ店舗だったっていう。
20年ぶりに起きた2度目その話を、はい、僕なんかあの関係者からタレコミいただいたような気がするあ本当ですかはい、はい、あのですからまた事件が起きちゃったと思ったら同じお店だったの、うん、あそうだそうだそれ聞きました聞いたはい、はい、それでまああの写真を出してほしいんですけどもそれがさっきのとこはい行ったらですね結構素通りしちゃうぐらい、はい、あの分からなくてなんでかというと、まあ、外観はこういうもう建て替えできないんで建て替えたらもうお店潰されちゃうんで、うん、あなるほどボロいままなんですけどそれ全部ソープランドは全部そうですね、そうですね、でリフォームもなかなかあの警察的には、まあ、そんなボロいんだったらやめちゃえばみたいな、うん嫌味を言われちゃうような状況のようなんですけど、こうあれどこだっけっていう感じだったんですけど、なんでかというと、次の画像をお願いしたいんですけど、はいまあ、お店の部分がこう、はもう安直にもう隠され、そうですね、はい、で、もう一枚お願いしたいんですけど、まあ店舗内改装のためと。はいはい、いうことでまたこんなこと言っちゃってって思ったんですよそんな本当は事件があったせいでしょっていう、うんはいはい、でもそうじゃないんですよ血だらけなんで本当に掃除が必要ですし、実際その後あの今営業してるそうなんですよえ営業してるんだだから会ってたんですよこのこんなこと言ってよく雑誌で休刊とか言ってそのまま消えちゃったりしますけど、はいはい、本当に復活してる らしいんで休業いたしますでちゃんと休んで戻ってきたんです、ね、そうなんですだから血だらけにしてるところをきれいにするから、まあ、しばらく休む必要はあったけども、はいはい、あの本当だったんだって思いましたへえでも私が行った時はまだその休業中だったんで、うん、あの次の写真をお願いしたいんですけどあの上に店の名前が載ってるネオンのサインが残ったままだったんですね、はいはいだから上を隠さなきゃ下 あのプレートだけ隠しても意味ないじゃんって思ったんですよ、はい、でもそれは上を見上げる人なんかあんまりいないとか、うんうん、上はちょっと危ないからどうやって覆うんだみたいな、ね、いうようなことがあって、下だけ覆ってるのかなと思ったんですけど、うんまあ、結局今はむしろ下の方のカバーも取っ払った状態で店名は変わってないってことですか？そうですね。あのよく事故物件あるあるで名前を変えるっていうのがありますけど、ね、結局下の目立つ方のプレートだけ変えて上とちぐはぐしてるようなパターンもあるぐらいなんですけど、うんはいはい、ここの場合結局名前も変えてない、うん、営業も再開っていうことで、はあはあ、あ元通りっていう。へーこれあんまりニュースになってました？いや結局やっぱりその被害者のプライバシーの問題もあるからっていうのが理由だと思います、はいうんうん、あとやっぱり犯人が別にフィリピンに逃げてたとかじゃないんでそういうこともあってすぐ捕まったっていうのも、うん、捕まったんですよねはいそうですねはいというようなことなんですけどこの町自体が、うん、あの町名をロンダリングしているようなのがちょっと皮肉かなと思います、はいはい、ですぐ隣にある山谷というドヤ街、明日の城に出てくるそうなんですけど明日の城も私は知らないんですけど、はい、あのその山谷も、はいバス停とか交番とかには残ってますけど、うん、町名としてはないですねあ山谷っていう町名がないもうないんですねそうだからこういう丸ごと解明されると、うん、なかなか、まあ、それこそツイッターが X になるような感じで移行期間中は、うん、みんな両方当たり前じゃんイコールでしょって思ってますけど、はい、だいぶ経つと本当に分からなくなるんだなっていう、うん、確かにな、まあ、他にも上久一色村とかもないですし、はい、確かになあ明日の城を知らないんじゃなくて明日の城の、に出てくるのを知らないってことです三夜がああ三夜がはい涙涙橋とかはい、
を知らないってことですね、はい、明日のジョーは知ってるってことですね。はい、知ってます。はい、ということだそうなので、はい、ご安心ください。はい、明日のジョーは知ってます。はい、はい、というこれは第2位、まあ2位になっちゃいました。はい、はい、20年ぶり2度目的な。20年ぶり2度目、高校野球みたいですね。はい、20年ぶり2度目。おお、これが2位ということで、はい、はい、で1位、まあ、これが1位はやっぱり本当かなって、あの本当に1位だなと間違いないと思うんですけど、うん、まあやっぱりこちらでして、目黒の非常に事故物件の少ないエリア、目黒はあんまり聞かないですよね、高級住宅街、こちらなんですけど、はい、まあ、5月ですね、はい、はい、ここに、まあ、おまわりさん立ってますけど、お、これはあの猿之助さんの事件現場と。え、あれって上半期ですか。上半期です、ギリ5月。早いですね。早いですね、はい。あ、そう。で、実はこの写真にはお宅は写ってなくてですね、うん、非常にこう、まあ有名人にとっては都合がいいんですけど、うん、盗撮とかができないような込み入った奥まった、それでって奥が曲がってるようなところに住んでるんで、はいはい、あの一番奥に見えるハーフティンバー風に見える白いお宅は関係ないんです。あ、関係ないと言いますか、お隣さんなんです。ああ、そうか、じゃあ見えないんだ、この遠くからじゃ。で、お巡りさん当たってるとこだけ、あの、うん、舗装されてるように見える道路が赤くなってますけど、まあ、要するに公道じゃないんですよ、はい、あそこがもう市道と。ああ、そうなんだ。いうことになっていて、うん、まあ、そこを地図で見ていくと、まあ、これが上から見たところなんですけど、うん、炎のアイコンのあるのが事件現場なんですけど、うん、まあ、どうやって行くのかっていう状況で、結局、まあ、許可を得れば奥まで今は行けるんですけど、何しろそのあの周りのお宅の人はみんな訪問してるわけですから。で、あと空から撮った写真を使ってる曲とかもありましたけども、うん、資産価値としてはやっぱりちょっと劣るんですけど、はい、プライバシーは守られるかなというふうに思います。で、いろいろとこう火事とか、うん、あの強盗とかの時、逃げたりする時には都合が悪いようには思います。で、まあ車を、そうですね、チャットにもありましたけど、車を入れづらい、止めづらいっていうことで、うん、まあ私はあの狩野英孝さんの運転で助手席に、自己駐車場のやつですね、はい、の番組出させてもらってますけど、はい、GoPro 持って何もしてないやつですね。テルさんは何もしてない。そうなんですけど、まあ、ここで猿之助さんもすごく日々苦しんでたのかなと思ってしまうような、あ、駐車の仕方が。そうですね、何十メートルもバックするか、あるいはそうか、あの出る時バックになる か入るかで、途中で、この辺りで、U ターンというか向き変えられるようにも見えるんですけど、無理なんですか。いや、小型車なら可能なんです、軽とか。でもそんな大きい車に乗ってるような気がしますし、妄想ですけど、うん、はいはいはい、小さい車じゃないと展開できないっていうふうに思います。車庫入りが難しい。まあ、有名人ということで言えばリューチェルさんとかもありましたけど、うん、まあ、その事故物件的にいろいろとこう、あの関心を引いたのはこちらかなと思います、うん、で、やっぱりあの自殺ほう助とかっていう罪名になってますけど、結局誰かが自分で命を絶っただけだと、これは事件性なしっていうことになるんですね。あの事件性なしっていうのは別に孤独死のことじゃなくて、自殺も事件性なしっていうことなんですけど、うん、事件じゃないですから、犯罪ではないので、はい、ですけど、それを手伝っちゃうと、手伝った方、生きてる方が捕まるわけで、それ事件になる。こういう形で自殺の現場が、まあ、これはあのマスコミで大々的に報道されましたけど、うん、
一般の無名の埋もれてしまうような自殺もこの手伝った側が捕まったことによって裁判傍聴に行って明らかになるっていうのは他にもありましたね。私もあります。裁判傍聴しに行って自殺の現場が分かった。普通なら自殺の現場っていうのはなかなか表に出ないんですけど、裁判で表に出たことが、表にというか傍聴する人には聞こえたっていうことがありましたね。はあはあはあ、そう、自殺幇助の事故物件って、はい、確かにあんま聞いたことないですね。手伝った方が、まあでも同意殺人とか嘱託殺人、殺してくれって言って殺したなんていうのは、はい、まあ、実質的には同じだったりするんですけども、はい、ということで、まあこれはどれもまあ何ヶ月も前の話ですけど、上半期としてはこういうものが思い当たり、いやでももっと最近と思ってましたね。もっと最近だと、まあ、もっと別のものがあります。それは下半期の時に、下半期、はい、でただちょっと番外編といいますか、あ、番外編がある、まあ、ちょっと、はい、もう尺もあるんですけど、はい、はい、1個ご紹介したいのがありまして、はい、まあ、これは事故物件かっていうと違うんで、うん、炎のアイコンは地図上にはないんですけども、うんうん、ちょっと1枚写真を、はい、でこれはですね、表札の部分だけをトリミングしたんですけど、はい、これを拡大していくと、うん、なんと書いてあるかということで、ちょっと、拡大してもらえるんだいいんですけど、はいはい、大川とありまして、うん、まあ、これは大川総裁の お宅と、大川豊さんですか？いや、ちょっと違うんですけども、はい、劉邦の方ですね。この間、ね、ちょっとお会いしたんで、豊さんの。ああ、びっくりしました。エル・カンターレと会ったのか。あ、いやいやいや、はい、ドンとなった花火が綺麗だなの方で、本名中川さんっていうんですよ。知ってますか？あ、でもなんか聞いたことある。中だと、なんかちょっと中だから、したい、だからもう小島とか中島だったら大島にしてたと思うんですけど、ああ、なんか中島なんですか本当は。いや、その中島テル、なんでそういう中島テル氏っていうバッター日本ハムにいましたね。中島テル氏さん、はい、なんでそういうところから、はい、自分を大きく見せたがるんだろうってちょっと、名字って変えれるんですか。いや、ペンネームですけど、ペンネームって小冊にか、いや、それは谷地さんだって、谷地って書いていいんですか。出せます。いや、出さない方がいいと思いますけど何やこれって何。ただちょっと言い訳をさせてもらうと、うん、この写真は、いろんな事件とか事故の事故は分かんないですけど、はい、事件の現場とかをブログっていうんですか、ノートとかそういうのに書いてる人がいるんですけど、うん、私みたいなことやってる人がいるんですけど、はい、まあそういう方の撮った写真をちょっと拝借したような気がしないでもない、モニョモニョモニョっていう感じなんですけど、はい、はいはい、要するに撮っちゃいけないんですよ。ああ、なるほど。ははで、法的にどうかっていうことじゃなくて、うん、撮るとすぐ撮るなって言ってくるんですよ。で、撮った後は、うん、撮る前は撮るなって言いますし、撮った後は消すとこ確認させてくれって言ってくるんですよ。へえ。なのでこの写真は私が撮ったものじゃない、あ、ではないと思いますよということですね。誰かからパクったっていう、パクったっていう話です、ね、話です、はい、はいはい、だそうです、はい、で理由はあって、はいはい、この白金のこのエリアの周り、幸福の科学関連施設がいっぱいあるんですよ、はい、でそれどこ撮っても怒られないんですけど、うん、このお宅だけはやっぱり個人の家だから、って自宅だからプライバシーがどうのっていうことを、はあはあ、まあ、毎日警察とか呼んで言い争いになった時におまわりさんにちょっと肩を持ってほしくて、うん、ここだけは取るなって言ってるのかなって思いました。予想ですけど、はいはい、他の施設取っても怒らないんで、なんでここだけ文句言うんだろうって、はあはあ、あ、でも確かに表札も出てるし、うーん、でも本名じゃないですよね。まあ本名じゃないんですけど、はい。っていうことで、まあこれでもあれですよね。事件性はないから、事故物件じゃないですよね。はい、ただもう、
事実上そこで亡くなってました、うん、ほぼあの心肺停止なんで、あの、はいはいはい、安倍総理が駅前で倒れてたのと同じような、あの、はあはあ、本当に死亡宣告は病院ですけど、はあはあ、あのもうダメだろうっていう状況で運ばれてたそうですね、うん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 、はい、報道によれば。あ、まあ、まあそこで、まあ、亡くなられたというのはこの場所だということか。まあ、病院で亡くなったということになるんですけど、まあ、だからいろいろと、まあ、そういうわけで炎内子はないっていうことです。あ、はあはあ、はい、なるほどね、そうか、ないわな、あ、はあ、事件性があればありますしね。そうです、多分自らとかがあったりとかやったら、あのもちろん事件性はないですし、うんうん、発見されないのが遅かったもなかったんで、はいはい、そういうことでもないんで、ただ、はい、まあ、話題をかっさらったかなと。なるほど、まあ、まあこれはおまけということですね、はい、そうですね、はい、そうか、でもそれも半年前というか上半期、そうですね、はい、はあ、これって40代の人みんなこんな感覚なんですかね、1年早いなみたいなそういうことですか、僕だけじゃないですよね。いや早いです、時代早いですよ、10代の人も早いかな、いや、あのなんとかの法則でしたっけ、なんとかの法則で、10歳やったら10歳のこれ1、はい、10分の1 で、ね、40歳やったら40分の1でみたいなことですね、はい、早いですよ、早いですよね、まあ、ということで、まあ、3位2位1位と出揃いましたんで、なので、まあ、もう一回重ねて言いますけど、はい、あの事件とかのブログとか書かれてる人、うん、からパクったと重ねてね、はい、まあまあまあパクったと、はい、はい、さっきの写真、さっきの写真、はい、はい、いうことです。自分も パクったのをここで使わないでくださいとも言いたいですけどまあまあなんか曖昧にしていきましょう、はい、わかりました。どうしましょう、谷さんにこう、はい、クレームが来たら、いや、消しますよこの動画、いやいや、あのそういうことですか、はい、パクリチャンネルみたいに、パクリチャンネルで僕がパクったわけじゃないかなパクリを出したチャンネルって、パクリを出したとかもどうなんやろ、そんないっぱいあるけど、まあね、言われたら、まあ、まあ消すしかないのかな、ちょっともう分かんないですけどね、その対処の仕方は、はい、はい、まあ、弁護士と相談しましょう、はい、弁護士紹介してください、どうだったらはい、はい、ということで、事故物件アワード2023上半期の事故物件のコーナーでございました。はい、はい、来月ってテルさん来れるんですか、あ、てかやるスケジュールあります、はい、はい、あ、まだスケジュールはないですけど、はいはいはい、が来月も12月ですよね、12月です、が下半期、そうですね下半期で1年2023年、まあ、それがあの1月に下半期にした方が、そうですね、はい、あ、そうか、12月のがあるから、ま、毎年なんか12月に1回のが、そうなんですよ、12月の下旬にいろいろあったりするんですよ、ね、実際、はいはい、そうかそうか、じゃあ来月はまた別ので企画を考えないといけないです、はい、はい、来月も来てくれるんですね、あのテルさん、とりあえず今日はお邪魔しました、あの、はい、リモートの会もあるかもしれませんけど、そうそう、だからテルさんが来れないこともあるかもと思って、はい、自己物件の T にしたんですよ、あ、谷氏だけの T でもあるしというか、はい、みたいなことにしたんです、まあ、もう来れるんですね、 T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  字路の T、 T、 あ、 T 字路の T、 T ですね、いや、あの全然都合がつけばお邪魔します。自己物件ラボ、はい、T にしておきましょうか、ね、T やめて T っていうことにしましょうT ね、はい、自己物件ラボ T ということで、はい、じゃあ、私からは以上です、以上でございます、はい、ほなじゃあちょっとおまけの谷氏、おまけのというかちょっと谷氏のコーナーにしましょうか、谷氏の、自己物件旅のコーナーをちょっと、はい、行きましょうかね、はい、まあ、これ今まで自己物件ラボをニコ生でやってる時はあの有料配信の時にいつも僕のコーナーになっちゃってたんですけれども、はい、YouTube なのでまあさらっとちょっと見ていただこうかなと思います。じゃあ写真をお願いします。これ鳥居からで大丈夫、あ、そうそう、鳥居から、はい、これ10月ですね、弥彦というところですね、弥彦神社があります、弥彦というところで、まあ、これ毎年新潟、はい、新潟県の弥彦市だったかな、
まあ、弥彦体育館、弥彦神社の横にある体育館で怪談イベントを、まあ、10月か9月に、ね、させてもらってるんですけど、今年も行ってきまして、 でっかい鳥居があるんですよ、弥彦神社の、はい、でこれ新潟の方は、まあ初詣とか、まあ、大晦日とかかな、まあ、もういっぱい集まってくると。いや、こういうのすごく、うん、あの興味ありますね。あ、興味ありますか。あの多分違う観点で建物として話をはしょって申し訳ないですけど、あのやっぱりあのこう行動だと思うんで、指導じゃないんで、うん、この税金で運営している道路とか公園とかに、はい、こう政教分離の観点から、うん、結構戦後はこういうことしづらいんですよ、公園の中に神社があるとか。へえ、行動をまたいで。確かに、もうこれ行動の上に鳥居ですね。だからまあ結局昔からやってるっていうことですし、まあそのキリスト教とか新興宗教じゃないっていう、うん、宗教じゃないそもそもっていうようなロジックなんですけど、あの普通に考えると結構あの今から新しくは難しかったりするんで、うん、だろうなと思いますね、こういうのを見ると。あ、今から作るのは無理と。無理かどうかは分かんないんですけど、まあ、うん、なかなか反対とか出ちゃうだろうな、うん、私は神道なんでいいんですけど。あの、あ、神道の方なんですか。はい、信者です。神道の信者って何やろですけど、神道の信者か、なかなかあの神社難しいですね。あの完全に自分の敷地内でやれっていう話になってなりがちなんだ、はい、あ、だからもう何の何、うん、変哲もない写真のように見えて、へ、私は結構おおって思いますね。ああ、こういうの見たら、はい、あ、こういう神社、鳥居がその道路またいでる地域とかって、ね、それはいっぱいありますけど、ね、いっぱいあるんですけど、あの、うん、はい、あの新しくやろうっていう、今から道路開通した時に問題にな、 なりかねないですねあと逆にうるさいやつがこういうのやめろとか言ったりするんですよ、うん、なるほどね、はい、で金を出せっていうのがあるかもしれないってことですね、はい、でここの鳥居の向こう側が弥彦山になるんだとか、 あの山が神様ですか。そうそう、ご神体になるんですけど、はい、ここにね、矢三郎ババアっていう妖怪がこの地域では根付いておりまして、どういうババアかというと、はい、それこそ弥彦神社だったかな、神社を作るときにババアがいる、矢三郎ババア、ババアさんじゃなくてババアです。矢三郎ババアが神社の何か胸上げ式だったかな、何か、はい、何か建てるときに、建てる前かに何か儀式があるんですよね。でその時に大工さん側、大工さんというか、建設業側の人がそれを取り仕切ったんだけど、その鍛冶屋っていうんですか、そのなんだろう、道具を作っていた側の人が、はい、なんで俺たちじゃねえんだって言って揉、はい、めるんですよ。で揉めた時に、どっち側だったかな、結局そのなんか胸上げ式かなんか、ちょっと間違ってたごめんなさい、その式を取り仕切ることができなかった人のおばあちゃんが矢三郎ババアなんですけど、はい、もう息子か孫をもうその式典でその一番かっこいいのを息子に孫にさせたかったっていうのが生きがいだったらしいんですよ、はい、でそれはできなかったっていうことで、この矢三郎ババアがちょっともう精神を病みまして、はい、で化け物になっちゃうっていう話なんですよ。で許せんって言ってどっか行っちゃうんですよね。でどっか行ってる間に山で修行したり、なんか仙人と会ったりとかして、どんどん妖怪化していくんですよ、そのおばあさんが、はい、である時この地域の人たち、新潟の地域の人たちの子供がさらわれると、はい、子供がどんどんさらわれていくってなってた時に、その矢三郎の息子かな、孫が自分の息子もうさらわれてしまうかもしれないってなって守るんですけど、そしたら夜な夜な空を飛ぶばあさんがぶわって舞い降りて息子をさらおうとするんですよ。で「お前だな犯人は!」って言ってパッて見たら自分のおばあちゃんだったわけですよ。それが矢三郎ババアで、その息子か孫はもう化け物と化したおばあさんの腕をちぎ切るわけですよ。で左腕やったかな、ちぎれたまま矢三郎ババアは逃げていったっていう話があるんですけど、
その矢三郎ババアの左腕がですね、その多分この弥彦山の右山のなんていうかな頂上付近からなんかピロピロ出てたらしくて、はい、でっかい左腕がピロピロ山の頂上からピロピロって出てたらしくて、はい、でそれをなんかまあ、この弥彦体育館のイベントを企画してくれた S さんという方がいるんですけど、それの第1回目の時、4年前第1回目の時にその会場を見に行くってなってチケットも売り回ってて、いろいろポスターとか貼り回って、でなんとか満席ならないかなって思いながらこの弥彦体育館に行こうとしたら、この山の頂上からなんかピロピロなんか手みたいなのが、でっかい手みたいなのがピロピロ出てると、お、なんだあれって、なんやろあれ、なんやろって気になってたら、トラックとぶつかるんだったかな、なんか交通事故を起こしちゃうんですよ。でそれイベント会社の車だったんだったかな、がもうペシャンコになって危うく死にかけると。でうわ事故起こしてもだどうしようって思ったら、イベント会社の社長から電話かかってきて、S 君チケット売り切れたよ、おめでとうああそうですか、でも車が大破しましたっていうことがあったという、はい、で僕はそれを矢三郎ババアの腕じゃないですかって勝手に言ってるんですけどね、っていうのがあった場所、はい、でピロピロ事故、じゃあ、まあ、もうこれはこれなんですよ。じゃあ次の写真お願いします。でね、弥彦村ですね、弥彦村に行きますとですね、会場の近くおもてなし広場っていうのがありましてね、はい、ここで足湯とかがありまして、次お願いします。弥彦パンダ焼きね、パンダ焼きが有名でございますね、パンダの形したたい焼きみたいな美味しいやつです。で次は何ちゅう話ですかね次お願いしますね、パンダ、あちょこの日休みでしたけどね、買えなかったんですけれど、可愛いパンダがいまして、で次お願いします。これ、ね、観光案内所で聞いたら、弥彦の近くに燕三条系ラーメンというのがありましてね、はい、美味しいと、ただここには燕三条ラーメンのようなうどんがありますということで、この中にあるうさぎ屋さんに行きました。はい、で次お願いします。釜玉うどん各種うどんのスープは入っていません、ね、これです、背脂うどんっていうのがあるんですけど、これですって言ってね、じゃあちょっと食べてみようと思って、で次お願いします。これ見てください、これまるで燕三条ラーメンのようなうどんなんですね、これ、はい、はい、こういうラーメンなんですか、そうそう、燕三条ラーメン、美味しそうですね、でも中はうどんですね、はい、別に全然紹介しなくてもいい写真なんですけど思い出として、はい、見ていただきました。で次お願いします。で、そこからですね、ちょっとね、新潟にとある事故物件があるということで、はい、見に行くんですけど、でもここも面白いです。ここね、とあるバイパスになるのかな、なんですけど、この黄色の線です、オレンジの線、車線変更禁止線ですよね、はい、でこれがこう奥まで見ていったら分かるんですけど、白の線に変わってるんですよね、奥、はい、この写真の奥で、この期間だけ車線変更線なんですけど、はい、ここがなんでここだけ車線変更禁止線になってるのかっていうのはみんな疑問に思うらしいんですよ、ここ。ただなんかやたら事故が多いとっていうのもあるんだけど、なんかこの道路自体を作った人のお孫さんがその S さんの知り合いでいたらしくてですね、はい、うちのおじいちゃんが実はあそこの道路を作った時に関わってた人で、あそこってさ、この車線変更禁止線が途中まであるんだけど、はい、あれがなんでつけられたかっていうと、そもそもこの道路の下がお墓やったらしいよっていう話、はい、でそのお墓があるから事故が多いのか、まあまあその見通しが悪いのか、ちょうど合流地点なのかで事故が多いのか分かんないけど、まあとにかくお墓があるからこの道路の下にはそのお墓のある位置だけその黄色い線が引かれてるっていう、あ、そんなことを言ってましたね。はい、でじゃあ次行きましょう。あ、でこれちょっと映ってないんですけれども、ここが目的地の、事故物件なんですけれども、ここすごいですよ、4世帯連続事故物件ですもんね。はい、まず最初に、これは、まあ、とあるラジオ関係者の方から聞いたんですけど、はい、新潟のね、でまずここで、住んでた親子、若い夫婦とちっちゃい女の子がいて、その女の子が交通事故に遭うんですよ、バスにひかれて亡くなっちゃう、はい、でそれで悲しんだ奥さんがもうちょっとノイローゼになって
で結局家を出て行っちゃうんですね。で残された旦那さんがお風呂場で、孤独死になるのかな、まあ変死した状態で見つかるっていうのがまずあるんですけど、でその次に住んだ男性がですね、またここでお風呂場で心肺停止で見つかるんですよ。でさらにその次に住んだ男性、今度はこたつで亡くなります。で、さらにその次に住んだ男性がなんだか夢で女の子を見るんだよねって言うんですよ。でそんなことを近所の人に言い出してから体調が悪くなって病院に入院して病院先で亡くなるという、まあまあ最後の人はね事故物件じゃないかもしれないけれども、なんかここに住んだ人が4世帯亡くなっていくという物件なんですけども、これちょっとねモザイクかけさせてもらってるんですけど、残念ながらちょっと内装工事が入ってて次誰か住むのか、取り壊しになるのかっていう状態でしたね。はい、住みたいね。そうなんです、すごい。だからこれはちょっとね住んでみたかったんですけれども、で次お願いします。もうこれもほぼ映ってないんですけれども、これはこの案内してくれたイベント会社の S さんが、はい、10年前に勤めていたバイト先らしいんですけど、ここね変なことあったんですって言って、でここがもともと焼肉屋さんだったんですけど、今はちょっと、某何ショップって言ったらいいのかな、某あんまり言うと分かっちゃうんであれなんですけど、まあなんか某なんかです、某リサイクルショップみたいな感じのところなんですけれども、ここはですね何があるって言ったかな、あそうそういろいろあるんだけど、焼肉屋さんだった時にまかないを食べていたら電気がチカチカ鳴ると、照明がチカチカ鳴って、はい、で店長さんがあれおかしいなって言って電球変えるんですよね。なら変えてもチカ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 鳴るんですよ。でおかしいなおかしいなってなって、もともとなんかそのこの焼肉屋さんなんか従業員が幽霊が出るとかあそこ気持ち悪いとかよく言うんですよ、はい、でまたそれ電球変えてもチカチカ鳴るから、バイトの人たちがパートの人たちとかがえこれやっぱ幽霊出てんじゃないですか店長って言ったら、店長が幽霊なんかはいないって言ってファブリーズを電球に向かって噴射するんですよ、はい、でああくそって言ってもう結局電球取ってもうなかったことにしようって言ってそのまま暗いまま焼肉食べるんですよ。ただその日店長帰り車で来てた店長が、これまた交通事故に遭いまして車が半分大破して、肩骨折するらしいんですけれども、でその後結局そのエリアマネージャーの人があやっぱりここはやばいおかしいなっていうことでちゃんとお払いしましたっていうところらしいです。はい、でファブリーズで除霊効果あるみたいなのを知ってるってことは店長さんだいぶ幽霊信じてたと思うんですけど、という物件でございます。で次お願いします。これもちょっとモザイクで見せれないんですけれども、谷さん僕ここも出たんここも僕アルバイトしてたんですけどここも変なことがありましたって言って、ここはもともとカラオケ屋さんだったんです、はい、でもそれが今は、某何っていうのかホームセンターみたいになってるとところなんですけど、ここ不思議なのがトイレが外側からついてて、はい、お客さんはトイレ外側からしか入れないんですよ。ああ、はい。で、それはカラオケ屋さんだった時にはそのトイレがある部分って厨房だったらしいんですね。で、その厨房の横に112号室だったからな、125号室だったかな。なんかすごい広いカラオケ平屋の1階建ての。でだから25部屋目なんか125号室と厨房がすぐ近くにあったんだけど、この125号室で変なことがいっぱい起きたんですと。でそれは何かというと勝手にカラオケが誰もいないのに鳴り出すと。でこの S さんがアルバイトしていた時に125号室からなんか音が鳴ってると、うわこれなんかみんなが言ってたんだ、これ自分が働いてる時にその現象起きてる、どうしよう、でも確認しに行かなきゃって言ってその部屋見に行ったら妖怪体操が流れてたんですよ。ヨーデル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 妖怪大音量で流れてると、うわ誰もいないのに勝手に流れてる、てかこの妖怪体操いつから鳴ってるんだろうって電木の履歴見たら妖怪体操だけで130曲入ってたらしいです。で妖怪体操3分ぐらいだからだから130曲前からってなると何時間だ6時間ずっと鳴り続けてたみたいな、
っていう場所らしいんですけど、これ中営業してるんですけど、中入ってみたらその厨房と125号室があったとこだけ壁がボコンって出てて、言ったらそこはトイレになってるから、外側中からはその変なことがあったところは入れなくなってるというところです。で次お願いします。あ、まあいろいろ案内してもらった後ですね、FM 新潟さんでイベントの告知をさせてもらったんですけどね、これがマットフバラマットフバラ谷市でさせてもらったんですけど、マットフバラここでね、クリスさんという方とあのしてもらったんですけども、この後タクシー乗ったらタクシーの運転手さんが助手席開けるんですよね。はい。で僕と S さん2人なんで、あ、いや、あの後ろ乗りますよって言ったら、いや3名さんでしょって言われて、いや2人ですっていう、っていうすっごいベタな1人増えてたみたいな起きましたね、ちゃんとうわなんかベタなこと起きんねやって、はい。で、タクシー乗って次お願いします。はい、ブロンコというところに来ましてね、ここは新潟名物おいしいハンバーグ屋さんでございますね。でこの写真見てください。ハンバーグは美味しそうなんですけど、次の画像見ました。ほらもう心霊写真がすごいです。これあの湯気、はい、湯気って言ってもダメだ、もや白いもやが、次お願いします。これもやがもう顔もこれも顔いっぱい目とか鼻とか口とかいっぱいあるで、次お願いします。もうほらもうこの世を恨んだ、やっぱり一人ついてきてるから、もや幽霊がもやになってんじゃないかなっていう写真でございました。はい、はい、以上です。いやいろいろ美味しそうじゃないですか美味しそうですね美味しそうです、むちゃくちゃ美味しかった。ブロンコ、美味しい、あれでございましたね。テルさんもいつかね、はい、呼んでもらえ呼ばれることもあるか、あのあ、ね、いやぜひ期待してます。あの蒲田階段でそのイベントの告知してましたよね。あ、そうでしたっけ。蒲田で、そっか、蒲田で新潟の告知してた。絶対誰も来れないっていう新潟の弥彦村でやりますっていう、あ、やってたかも、はいはい。なんか毎年やってるんで、いつかテルさんもね呼んでほしいなと思いますけど、ぜひ。背脂ラーメンとかも美味しいね、はいはい、ということで、以上新潟の旅の記録でございました。ありがとうございます。さあということで、約1時間やってまいりましたけれども、はい、皆さん自己物件ラボ いかがでしたでしょうかね、はい、久しぶりですけれども、あ、すごいめっちゃ見てくれてるやん、こんな見てくれてるの、ありがとうございます。まあ月1回できたらやるかなっていう感じですかね。はい。で一応あの松原谷氏チャンネル、個人チャンネルでさせてもらってるんですけど、はい、あの自己物件ラボ以外もなんか適当な動画また上げていくんで適当な動画、別に怖くもなんともない動画上げていきますんで、よかったらチャンネル登録とね、またチェックしてもらったらなと思います。もう終わり、楽しかった、嬉しい、楽しかった、あっという間過ぎて寂しい、復活してくれて嬉しい、ハンバーグ食べたいです、久しぶりです、復活、てるてる、ありがとう、音割れしないようにしてください。セット安くなります、楽しかったです、はい、楽しいです、ありがとう。フェンシング動画、いやフェンシング動画これ別にてるさんのチャンネルじゃないですかね、まあ自己復帰ラボの中でもしかしたらてるさんがフェンシングね、フェンシング事故物件とかでね、なんか写真上げることがあるかもしれないですけれども、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあテルさん告知なんかあります？あ、そうですね、あの先ほども触れましたけど、はい、来週早速また谷地さんと東京阿佐ヶ谷、何やったっけ、阿佐ヶ谷ロフトですね、階段あやかしっていうことで、階段あやかし、そうか、セクシー女優の皆さんと、あ、そうだよ、楽しみですね、させていただくというね、綺麗な女性、テルさん大好きですあとあの見えすぎて困るシークエンス、はい、早友さん、あ、そうか、早友さんとおられますね、はい、テルさん出もらいましょう。あと12月2日に神戸で、谷地さんのふるさとの神戸で
またご一緒するというあれ何やったかな、フォアグラ劇場、フォアグラ劇場ね、はい、12月2日、はい、そうそう、神戸の三宮の地下だったかな、そうですね、どん底みたいな名前の店ですよね、どん底です、はい、え、テルさんで前の廃墟の時も来ました、はい、病院の廃墟の時、いや私はあのお寺との時ですね、とあの去年の元、はい、ラブホテルの時です、ね、あ元ラブホテルデータに行きました、はいはいはい、めっちゃ怖かったですよ、ね、いやあれ行くまでがめっちゃ怖いね、あとガラスとかが割れてて、ほんまの廃墟だから、でしたね、でしかもサンダルの人いませんでした、私はサンダルいた、革靴でしたけど、いた、あれは危ないですね、あれめっちゃ危ないし暗いし寒かったんだかな、はい、寒かったですよね、そうですね、帰り真っ暗でね、車バンバン通ってるから、はい、めっちゃ今回が一番コンディション良さそうですね、会場のね、はい、会場のコンディションがね、はい、ありますということなんですけど、その直後にまた12月9日に大阪ロフトプラスワンウェストで、あ、そうなんですか、あの林真須美死刑囚の長男と対談させていただくと、はい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 、はい、息子さんね、まあ、やっぱりこういうのがないと、うん、本当対談師と同じになっちゃうんですけど、はい、まあ、やっぱりこう、何もないと一緒になる、あの林真須美長男と対談とかがない と、はいはい、ないと、もうただの対談師と一緒になっちゃうじゃないですか、いやいや、ただの対談師と一緒にならない、対談はしないわけだから、ちゃんとそういう社会派なんだ、あのちょっと違うイベントもありますよ、いやいやいや、どうせでも怪談師がそういうあの息子さんとイベントやったりもすることもあるでしょうから、だから一緒ですよでも一緒じゃないのは、一緒じゃないのはちゃんと事件にも触れるし、ってこと、来週の水曜日に、はい、あ、ですから谷さんとご一緒した後に、はい、あの例の加納英子さんの番組がオンエアされますので、ぜひ全国の皆さん、来週、はい、水曜日の、それってどうなのか、それって実際どうなのか、実際どうなのか、はい、でまた GoPro 持って、はい、あれは怪談師はやれないと思います、やれないです、怪談師あれテルさんやから、怪談師だってそんな GoPro 持ってるだけ面白くないですもん、やっぱ事故物件サイトの大島テルが GoPro 持ってるっていうのが面白いですからね、で加納英子さんが一生懸命やってるのか、はい、というわけです、はいはい、よろしくお願いします、お願いします、はいはい、ということで、この後ニコ生の物語チャンネルの方ではダラダラしゃべる放送後期が、はい、テルさんはもう眠いんで帰っちゃいますけど、ダラ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 しゃべる放送後期がありますので、よかったらそちらも見てください、はいはい、ということでまた来月いつなるか分かりませんけれども、事故物件ラボ、はい、テイやると思いますので、よろしくお願いしたい、よろしくお願いします、それでは皆さん、次回お会いしましょう、さよなら、さよなら、4時起き頑張って、4時起き、明日フェンシングね、テルさんね、頑張ってください、はい、そうです。